はいどうもプレスの T です。今日はですね、論文とは何かっていうところでお話していこうと思います。皆さんですね、論文っていうので苦戦している人多いと思うんですよね。まあ大学生だったら卒論書かなきゃいけないっていうところあると思いますし、高校生だったらね、小論文ですよね、入試とかで書かなきゃいけないと、でもこれの書き方よくわかんねえんだよなっていう人多いと思うんですよね。っていうところで今日はですね、その論文とは一体何かと、どういうふうにやったら書けるのかっていうことについてお話していこうと思います。で早速見ていくことにしましょう。じゃあまずですね、字面に注目してみたいんですけども、論文っていうのは論じる文章ですよね。まあこれは当たり前のことなんですけれども、意外とね忘れているのがその前ですよね。実は論文って言ってもその前にちゃんと隠れているワードがあって、それが何かっていうと根拠に基づいてっていうことですよ。論文っていうのはですね、必ず根拠っていうものがあって、それに基づいて書いているかどうか、これが一番大事になってくるわけなんですけれども、このことをね意識してない人意外と多かったりするんですね。そうなった場合に論文っていうものが感想文に変わっちゃうんですね。この話も聞いたことある人多いとは思うんですけれども、意外とね気づいてない人が多くて、本人は論文のつもりで書いていても感想文になってるっていうケースが多かったりするんですよ。一番わかりやすいのが何々だと思うっていうワードですね。まあ、僕もね割とよく使っちゃったりするので、まあわからんではないんですけれども、論文を書く際にですね、思うっていうワードを多用するのはかなりやばいです。もちろん推察推論の意味でそういうふうに思うとかっていうワードを使うのは全然いいんですよね。こういった論拠があって、でこれらのことを総合するとこういう結論になると思われますとかっていう場合はいいんですけれども、調子に乗って思う思うとかって書いていると、結局ねその根拠もなく自分がなんか妄想で書いちゃってるってことがよくあるんですよ。まあね、難しいところではあるとは思うんですけれども、最初ね慣れるまでは論文を書くときに何々だと思うっていうワードを使わないっていうのを意識すると、それなりにねきちっとしたものを書けるようになると思います。もちろんこれは小論文でも同じ話ですよ。小論文とかの、まあ、参考書とか読んでると、よくね何々であるとかみたいな感じで言い切るのが大事だっていうふうに書いてある場合多いと思うんですけれども、それはこういった理屈があったりするわけですね。でこの論拠についてなんですけれども、ここの精度っていうのが論文っていうものと小論文の違いだったりするんですけれども、小論文の場合はですね、論拠ってものが基本的に向こうが提示されている場合が多いんですよね。よく文章を読んで答えなさいみたいなパターンあると思うんですけれども、あれが要は論拠になってるわけですよ。小論文っていうのはですね、基本的に時間制限ありでやるものですから、あらかじめねもう取材者側が論拠っていうのを用意しておいて、まあ、これだけの文章とかデータを用意しておくので、これに基づいてあなたがどういうふうに考えるか教えてくださいっていうような聞き方をしてるわけですね。一方で論文の場合はですね、その論拠集めから自分でやらなきゃいけないわけですよ。だからどうしても長くなっちゃうっていう部分もあるんですね。そもそもさ、小論文とかに書いてあるあのテーマって、いやこれって実際どうなのみたいなことも結構書いてあるわけですよね。だけどそれでいいんですよ。そこに書いてあることを前提にどういうふうに議論を展開していくかっていうのを見たいだけなので、それでいいんですよ。短くていい、書いてあることは全て真実だっていうふうな設定で考えていいんですけれども、でも論文の場合はですね、そこに示されている論拠根拠っていうのが本当に正しいのかっていうのをちゃんと自分で示していかなきゃいけないわけですよ。だからいろんなところから引用してくるとかね、例えばこういった企業の研究があって、でここでこういう風な結論になっていますよとかみたいなところをね、事細かに書いていかなきゃいけないとかっていうのがあるわけです。そうなってきた時に、いやウィキペディアとかって引っ張ってくるのどうなのみたいな話があるわけですね。まあもちろんね、あの論文でウィキペディアを使っちゃいけないってことはないんですよ。確かに一つの意見としてウィキペディアにこういうことが書いてあって、でこういったことの真偽を確認するためにこういったことを検証していきますとかってなったら、これはまあ全然いいんですけれども、まあね、まるまる全部ウィキペディアだけでリソースっていうのがないっていう場合は、これはまあ結構まずかったりするので、まあ、そこはね注意してくださいっていうふうなことを言っているだけなので、まあ、上手に使ってくださいって話ですね。で少し話がそれちゃったんですけれども、論文において一番大事なのは結論だっていうのはもうこれは変わらないですよね。これは小論文だろうが普通の論文だろうが一緒です。論文とは何かって考えた時にですね、やっぱ論じてるわけですから、それなりの結論がないとみんな消化不良になりますよね。いろいろとダラダラこういうふうなことがあって、こういうふうなことがあって終わりです。じゃあ困るわけですよ。だからきちんと結論っていうので締めなきゃいけないわけですね。ここもね、いろいろ勘違いしている人が多いんですけれども、いろいろと書いていくうちに結論が見えてくるんじゃないかみたいな人いるんですけれども、そういうことできる人はほぼほぼいないと思っておいた方がいいと思います。
基本的な書き方っていうのはやっぱり結論っていうのを先に決めておいて、でその結論に至るための根拠っていうのを示していくっていうのが一般的な流れになりますね。この流れを取らないからみんななんかあっちやこっちやよくわからん方向に行って結論がぼやけちゃうっていうことになるんですよね。でそうなってくると論文としては成立しませんし、小論文としても当然評価低いものにしかならないんですよね。この点については本当対策が簡単で、まず結論を書くっていうところをやってみれば誰でもねすぐ改善できる話なので、ぜひやってみてほしいと思いますね。まあもちろんあの文章として書いてしまうとまずいので、まあ一応ねメモ書きみたいなところでこういう結論にしようっていうのを一回書いておくんですよ。でじゃあこれを言うためにはどういう材料が必要かなって言って、小論文だったら与えられたものをね、まあ、読んでいくっていうのでもいいし、まあ普通の論文だったらいろいろね、まあネットとかで探していくわけですよ、その論文のデータベースとかをね。で、あなるほどこういった論文があるのかって、それをバーって引っ張ってきて、で、あなるほどここまで分かっていて、ここが分かってないんだなと。じゃあここをもうちょっと自分なりに実験なり、あの調査なりすれば、もうちょっと詳しい論拠っていうのを出せるよねとかって言って論文を書いていく。これが基本の流れですね。でね、この結論をちゃんと言うためにいろいろと書いていくわけですよね。まあこれを本論って言ったりする場合があるんですけれども、ここを書いていくときに注意しなきゃいけないのがですね、自分に都合がいいことばっかり書かないって話ですね。世の中ね 100% 正しいってことはあんまりなくて、で、まあ、それこそ小論文とか論文のテーマにするようなことって賛否両論あるようなことっていうのがまあ多かったりするわけですよ。でその時に自分に都合がいいことばっかり書いていた時に、いやそれってお前すごいポジショントークがひどすぎるんじゃないみたいな話になっちゃうわけですね。なのでそうならないようにするために何を意識するかっていうと、自分の論文を潰すってことですよ。自分の論文、要は結論の部分がまあ結局大事になってくるわけですけれども、ここを潰すためにはどういう情報を持ってきたらいいかなってことに頭を使うんですね。これもちろん小論文でも一緒なんですけれども、基本的にまあ文章っていうのはですね、まあ、こちらが一方的に提示するだけじゃないですか。でそれを見た側っていうのが、あこれって片っぽ側の意見しか書いてないよね、だってこういうところがおかしいじゃんとかって思われたらこれまずいわけですね。だからあらかじめそういったどうやったところが弱点になってくるのか、どういうこと言われたらこの意見潰されるのかな、ひっくり返されるのかなってところまで考えて本論っていうのを書いていくのが非常に重要になってくるわけですね。だけどとにかく早く書き上げたいっていう気持ちが流行っちゃうとですね、そういうまあ面倒くさいじゃないですか、その否定的な意見とかっていうのはね、それをどん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 視界からこう外そうとするんですけれども、そうじゃなくて思い切ってそれをどん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 盛り込んでいってください。そうすることによってより自分の結論っていうのがブラッシュアップされるってことにもなるんですよね。良い意見というのはですね、いろんな考え方を盛り込んでいた方がいいわけです。こういったケースもあるし、こういったケースもある。でもそれを含めた上で、より高い次元でまとめるとこういう結論になりますよねと。よくね、かっこいい言い方で言うと、そのアウヘーベンとか言ったりしますけど、まあ、そういったところをね、論文では目指していく必要性があって、それをいかにやっていくか。でもこれはめんどくさいし、辛いんだけれども、自分が思ってることをいかに否定していくかっていうようなところの観点を持って、論文を書いていくっていうのが非常に重要な考え方になってくると思います。まあ、こういった話で言うとね、よくあるのが、まあ、偽装論文とかの話ですよね。証拠をでっち上げましたとか、まあ、これは結局ですね、例えば立場の問題であるとか、お金もらってるから結果を出さなきゃいけなかったとかみたいなところでやっちゃったみたいな話多いんですけれども、基本的な考え方として否定的な論文っていうのも全然ありなんですよ。要は今までこういう風な事実があってとか、こういう風な予測でこういった実験をすればこういった結果が出るよねっていう風なところでね、あった場合にそれがうまくいかなかったっていうのも大事な結果なんですよ。このやり方だとうまくいかなかったよっていうのもね、共有すればみんなが同じミスをしなくて済むわけですよね。だから、まあ、あまりね自分が思っているものとはそぐわなかったと、あまりよろしくないなっていう風な結果が出たとしても、それはそれで一つの論文の結果になるので、まあ、皆さんねそこは心配せず、特にね大学の4年生とかだと卒業論文ね早く書き上げなきゃやばいぞとかっていう風に思っていて、実験とかうまくいかなかったやばいとかっていう風な気持ちあるんですけれども、その実験のプロセスっていうのは正しいんだったら、この実験では結果が出ませんでしたっていうのをきっちりまとめたら、それはそれで卒論になるわけですね。まあもちろん赤ハラするような先生のところにいた場合に、いやこんな結果じゃダメだよとかみたいなところで、まあ怒られるケースもあるとは思いますが、大半の場合ね、まあそれで結果が出なかったんだったら結果出ませんでしたっていうところで、まあいまいちちょっと切れ味がみたいなところの話はあるんだけれども、にしても卒業ぐらいはできるので、一番ダメなのは偽装ですよね。実験データがうまく出なかったから無理やり作り上げましたとかね、なんか写真を加工してとかみたいな、こういうことするのが一番良くないので、まあそういったことをせずにですね、ちゃんとありのままの結果っていうのを書いていく、これを意識して論文っていうのは書いてもらえれば大丈夫だと思います。
はい、というところでいろいろと話をしてきたわけですけれども、まあ論文ってのは確かに難しいですよね。あんまり学校とかでもどういうふうに書くもんだとかっていうのを教えなかったりしますし、そもそもですね、高校の先生とかだったら論文とかがあんま書いたことないよっていう人多かったりするので、まあ難しい部分もあるとは思うんですが、まあ基本的なところは今日言ったようなところだったりするので、そこを押さえた上でね、まあ自分で論文を書いていくと。で、わからないところがあったらそれこそ先輩とかに聞けばね、どうにかなる部分とかも結構多いとは思うので、基本を大事に論文っていうのを頑張って書いてみてくださいというようなお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。